青山智康は日本の情報学者、学位は修士、静岡県立大学国際関係学部助教、静岡県立大学国際関係学部助手などを歴任した。メディアコミュニケーション論、情報教育を専攻する情報学者である。情報技術やネットワークとコミュニケーションについての研究に従事した。更新の育成に努め、 静岡県立大学にて教鞭を取った。また、静岡県岩田郡浅場町で、浅場町市の民族編の執筆にも携わっていた。1986年4月、愛知県により設置、運営される愛知県立竹豊高等学校に入学し、普通科にて学んだ。1989年3月、 愛知県立竹戸横等学校を卒業した。同年4月、国が設置、運営する愛知教育大学に進学し、教育学部にて総合科学課程の国際文化コースで学んだ。1993年3月、愛知教育大学を卒業した。それに伴い、学士の学位を取得した。1993年4月、静岡県により設置、運営される。 静岡県立大学の大学院に進学し、国際関係学研究科の国際関係学専攻にて学んだ。また、大学院生の頃より、1995年から1998年にかけて、浅葉町教育委員会の事務局にて、調子編算出の調査協力委員を務め、民族調査に従事するとともに、浅葉町市の民族編の作品執筆を担った。 1996年3月、静岡県立大学の大学院における修士課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。大学院修了後、母校である静岡県立大学に採用されることになり、1997年8月に国際関係学部の助手に就任した。また、 2003年1月から2009年3月にかけて大学院の国際関係学研究科にて付属現代韓国朝鮮研究センターの研究員を兼務した。さらに静岡県立大学の情報センターにおいては2005年4月から2006年3月まで特任教員を兼務し2006年4月から2007年3月まで運営委員を兼務した。その傍ら、 他の教育、研究機関でも教鞭をとっていた。静岡英和学院が新設した静岡英和学院大学においては2002年4月から2007年3月にかけて講師を非常勤で兼任した。静岡県立大学では2007年3月まで国際関係学部の助手を務めていたが同年4月より助教となった。国際関係学部においては主として 国際関係学科の講義に携わった。また、同年4月より、情報センターの特任教員を、再び兼務した。2008年7月より、男女共同産が推進センターの教員を兼務し、同年11月より、大学院の国際関係学研究科にて、付属グローバルスタディーズ研究センターの研究員を、兼務した。2013年4月から2015年3月に、 かけては、大学院の経営情報イノベーション研究科にて、付属 ICT イノベーション研究センターの研究員を兼務した。2018年6月から大学院の国際関係学研究科にて付属現代、韓国朝鮮研究センターの研究員を再び兼務した。専門は、情報学であり、メディアコミュニケーション論、情報教育などの分野を研究していた。 具体的には、情報技術やネットワークとコミュニケーションについての研究や、人文科学や社会科学の学部におけるコンピュータを活用した教育プログラムの開発に従事した。学術団体としては、社会、経済システム学会、情報通信学会、コンピュータ利用教育学会、日本イーラーニング学会、情報処理学会、日本教育メディア学会などに所属した。 ありがとうございます。